ガーナ。ガーナ共和国、通称ガーナは、西アフリカに位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国である。東に東後、北にブルキナファソ、西にコートジボワールと国境を接し、南は大西洋に面する。首都はアクラ。脱植民地化が活発であった、最中の1957年に、サハライナンのアフリカにおいて、 初めて現地人が中心となって、ヨーロッパの創始国から独立を達成した国家である。イギリス領ゴールドコーストと呼ばれていたが、独立に際して国名をガーナに変更した。初代大統領ル車は、アフリカ統一運動を推進したことで有名。かつて、ゴールドコーストと呼ばれた海岸を保有しており、ダイヤモンドや金を産出する。カカオ豆の産地としても有名。 2010年12月から沖合油田で原油生産が始まり国際的に大きな注目を集めている。正式名称は英語でリパブリック・オブ・ガーナ、リパブリック・オブ・ガーナ、通称ガーナ・ガーナ。日本語の表記はガーナ共和国。漢字表記では可能。植民地時代はイギリス領ゴールドコースと黄金海岸と呼ばれていたが、 独立に際してかつて西アフリカに栄えたガーナ帝国から新国名を採用した。この地域が注目されるのは紀元前2000年期の金担保文化の出現からである。新石器時代後期に位置づけられるこの文化の人々は森林とサバンナの境界地帯に住み交易を行いつつも狩猟と採集によって暮らしていた。2世紀頃から ハニ遺跡で製鉄が行われたことが分かっている。13世紀から16世紀は、ベゴをはじめいくつかの町が、サハラ公益の一端を担ったとも思われるが、ボノマンソに見られるように地域的なものに留まった町もあったと思われる。また、西方から、モシジン、エワジン、グベ、ジンマイナスが移住し、先住民と対立しその後を圧迫していった。15世紀には、 ポルトガル人が到来し、エルミナなどに城塞を築き、奴隷貿易の拠点とした。その後、金が産出することがわかると、と呼ばれるようになった。その後、ドイツ人やデンマーク人、イギリス人、オランダ人が来航し、金と奴隷の貿易を奴隷制が廃止される19世紀まで続けた。大西洋三角貿易により多くの人々がアメリカ大陸に連行され、 1776年に独立したアメリカ合衆国においては労働力として使われることとなった。17世紀には奴隷貿易で力を蓄え、ヨーロッパ人から購入した重火器で周辺の民族に対して優位に立ったのがアシャンティ王国を建設し、大いに繁栄した。王国は18世紀から19世紀初頭にかけて前世紀を迎え、海岸部のファンテや 北部のダゴンバなどを支配下に収めて、現在のガーナの半島の大部分を勢力化とした。しかし19世紀初頭にイギリスをはじめとする各国が奴隷貿易を禁止すると、アシャンティの主力輸出品は金となった。19世紀初頭には、この地域の海岸部には、ケープコーストを拠点とするイギリスとエルミナを拠点とするオランダ、そして、 デンマークの三つのヨーロッパ勢力が勢力を持っていた。このうち有力なのはイギリスであったが、奴隷貿易の禁止と海岸部のファンテ人の支配権をめぐってアシャンティとの関係が悪化し、1824年には第一次イギリスアシャンティ戦争が勃発した。この戦争によってイギリスは沿岸部の支配権を確立し、1850年にはデンマークの砦を買収して、 さらに支配を固めたが、この頃から再び、アシャンティとの関係が悪化した。アシャンティは、オランダ人と協力することでイギリスと対抗していたが、1872年に、オランダが、エルミナをはじめとする、この地方のすべての拠点をイギリスに売却し撤退したため交易ルートが途絶、経済的に打撃をこむった。このため同年、第二次イギリスアシャンティ戦争が勃発したが、イギリスは、 勝利を重ね1874年にはアシャンティの首都熊市に入場して講和が締結された。この戦いの後イギリスは沿岸部の開発を進め、一方アシャンティは権威の失墜により勢力は大幅に縮小した。アフリカ分割が激化した1896年、イギリスは3度アシャンティに侵攻し、国王プレンペイ2世を捕らえ、セイシェルへと流罪にした。 この時点でアシャンティはイギリスの保護下に置かれたのだが1900年にホジソン総督がアシャンティのレガリアである黄金の将棋要求したことで全土に及ぶ大反乱が勃発した黄金の将棋戦争であるこの戦争でアシャンティは完全に滅亡しイギリス領ゴールドコーストは従来の沿岸部に加えアシャンティや北部などを入りした、A、領ゴールドコーストにおいては 従来の金や木材に加え、1879年に出て、詳しによって持ち込まれたカカオ豆の栽培が急速に普及し、1911年には世界最大の生産国となった。こうした産品の輸出でゴールドコースト経済は繁栄し、鉄道の敷設や学校の建設などが行われた。イギリスは第二次世界大戦に連合国の一国として勝利したものの、 その国力は衰退しており、これを受けて民族主義の機運が高まった。1947年には独立を目的とした連合ゴーレドコースト会議が設立され、クワメンクルマが1949年にはを設立した。部族間の争いを超えて独立を標榜する会議人民党は人々の広範な支持を得て、1951年の選挙では、 圧倒的過半数を占める第一党となった。1956年には、んっくるまの下に自治政府が成立し、翌1957年に、東隣のイギリス領トーゴランドと合わせて、独立を達成し、ブラックアフリカ発の独立国となった。独立当初のガーナは、イギリス国王を立憲君主にいただく、英連邦王国であったが、1960年に、 共和制へ移行し、ンクルマが初代大統領となった。ンクルマは反アフリカ主義を掲げ、冷戦下において、社会主義圏、東側諸国やギニアとの友好関係を強化し、財政強化に努めたが、債務超過など姿勢を招き1966年にクーデターで失脚した。政権を掌握した国家解放評議会は、うんくるの政策から脱し、1969年には、 選挙を実施した。同選挙でコフィブシアが首相に選ばれ民政に移管したが半運車政策による中心主義的な政策が国の諸民族の反発を招き、1972年にはイグナティウス・アチャンポン将軍がクーデターを起こし政権を握った。しかし国情は安定せず経済停滞から幾度か政変が発生した。 1979年に軍事クーデターを起こしたゼリー・ローリングス空軍隊員が政権を掌握し民政移管機関を挟んで1981年に完全な軍政を敷いた。ローリングスはガーナ経済再建のために IMF や世界銀行の構造調整計画を受け入れ所得格差の拡大とともにガーナ経済と政治の安定化を達成した。ローリングスは 複数政党性を認めた1992年の選挙で大統領に選出され、軍政から民政移管した。これを受けて政治をボイコットしてきた野党も国政に参加を表明し、国情は安定を迎えた。ローリングスは2001年まで大統領を務め、公認には選挙に勝利した親愛国党のジョン・アジェクムクフォーが大統領に就任した。 正常が安定し、自由選挙により平和的に政権が異常されるようになったことから、現在は西アフリカにおける数少ない議会制、民主主義国として知られるようになった。2009年の選挙では国民民主会議が勝利し、ジョン・アッタ・ミルズが大統領に就任した。2012年7月24日、ミルズは首都アクラの病院で休止。 副大統領のジョン・ドラマニ・にマハマが大統領に昇格した。2016年の選挙では親愛国党が政権を奪回し、ナナ・アクホイコールアドが大統領の座に就いた。ガーナは国家体制として共和制、大統領制を取る立憲国家である。現行憲法は1992年4月28日に制定されたもの。国家元首である大統領は、 国民の直接選挙により選出される。任期は4年。参戦は禁止。内閣に相当する閣僚を評議会のメンバーは大統領により任命されるが国民議会の承認が必要。首相職はかつて存在したが現行憲法下では存在しない。立法府は一員制の国民議会。定数は230議席で議員は 小選挙区制に基づき国民の直接選挙によって選出される。議員の任期は4年である。ガーナは1992年に現行憲法が施行されて以降複数政党制が認められており、実質的には二大政党制が機能している。一つは自由民主主義を掲げる中道右派の親愛国党 NPP、もう一つは社会民主主義を掲げる 中道左派の国民民主会議、NDC である。その他の勢力は二大政党ほどの影響力は持っていないが、比較的有力なものに人民国家会議、PNC がある。かつてクアメンクルマ初代大統領の下で県政を振るった会議人民党、CPP は現在も存続しているが、勢力は弱体化している。地方府の最高機関は最高裁判所であり、 その下に高等裁判所、巡回裁判所、地方裁判所が置かれている。西アフリカ諸国経済共同体の主導的な立場にある国の一つである。アフリカの周辺諸国のみならず、旧創四国のイギリスをはじめとした欧米諸国とも友好関係を保っている。日本との関係では、野口秀世がイギリスの植民地下のガーナで、大熱病の研究中に死去しているなど、 古くから関係があり、栄誉の故郷である福島県の福島県立医科大学が医師を派遣するなど関係深い。日本の援助で1979年にガーナ大学に研究所が設立された。また2006年には千葉県浦安市等から自転車等の無償援助を受けている。2009年の国際交流基金による日本語教育機関調査ではガーナにおける 日本語学習者の数は906人であり、サハラ以南では中央アフリカ、マダガスカル、ケニアに次ぐ第4位である。2017年7月現在の在留日本人数は358人、2016年12月末、現在在日ガーナ人数は2129人、2016年12月末現在、である。日本のガーナからの輸入品の大半はカカオであり、 2013年には、ガーナからの輸入の76.7%を占めていた。大手菓子メーカーロッテの商品、ガーナチョコレートにより、日本においてはガーナがカカオ豆の産出地であることが知られている。ガーナは10の州、リージョンから構成されている。最大都市は、南部海岸にある首都のアクラである。第二都市である熊市は、旧アシャンティ王国の首都であり、栄梁となった後も、 カカオなどこの地域の物産の集産地として栄えた。南部海岸にあるセコンディタコラディも植民地時代からの都市であり、深み湖を持つ。北部の中心都市はたまれである。ギニア湾に面しており、ボルタ川流域の低地が国土の大半を占めるため、最高標高点は885メートルに過ぎない。ボルタ川水系の面積は国土面積の67%を占める。 特に1965年にボルタ川をせき止めて作ったアコソンボダムが有名。自然湖としてボスムトイ湖が存在する。気候的には全土が熱帯に属する。西部州やアシャンテ州をはじめとする南東部は熱帯モンスーン気候、アムに属し多量の降雨に恵まれて熱帯雨林が広がっている。ガーナ経済を支えるカカオは主にこの地域で栽培される。 海岸部でも、首都アクラを中心とする西部は、降水量が少なく、サバナ気候、王に属する。中部から北部にかけてもサバナ気候に属し、サバンナが広がる。北に行くほど降水量は少なくなり、乾燥の度合いが強くなるが、少ない地域でも1000ミリメートル前後の降水量はある。2013年のガーナの GDP は、約442億ドルであり。 長崎県とほぼ同じ経済規模である。同年の一人当たりの GDP は1729ドルであり、世界平均の2割ほどで、世界的に下位に止まっているが、近年は、原油の商業生産が始まったことにより、経済成長も著しい。経済は、農業、工業等などの一次産業に依存し、特にカカオは、世界有数の産出量を誇る。 独立直後から債務超過に悩んでいたが、1983年以降、構造調整を実施して、経済の再建に取り組んだ結果、1980年代後半から平均5%の GDP 成長率を達成し、アフリカにおける構造調整の優等生として評価されてきた。2000年代に入ると金やカカオの国際価格の低迷、主要輸入品である、 原油価格の高騰などにより経済は低迷。2001年3月、拡大 HIPC、重債務品困国イニシアティブ適用による債務救済申請を行政策転換を行い、経済再建へ向けた努力を行っている。その結果、マクロ経済状況は改善、安定してきている。ガーナ最大の輸出品は金であり、2013年度には、 そう輸出額の42.6%を占めた。金は古くからこの地域の特産品であり、アシャンティ王国の流星を支えた。植民地時代の黄金海岸、ゴールドコーストの名もこれに由来している。かつては原油の純輸入国であったが、2007年6月から沖合で油田がいくつか発見され、2010年の創業以降ガーナは原油の輸出国へと転じた。 2013年には原油輸出は総輸出額の23.8%を占め、ガーナ第二の輸出品となっている。電力はアコソンボダムによる大規模な水力発電が行われており、総発電量の内水力の割合は6割強を占める。この電力は東湖やベナン、コートジボワールに輸出されており、手間市ではこの電力によるアルミニウム精霊も行われている。 しかし水力発電は干ばつに弱く、また近年の経済成長と送電網の不備により、電力不足がたびたび生じている。近年、金やダイヤモンドなどの詐欺事件が多発し、対策として、高価地鉱物マーケティング公社、PMMC という公的機関も設立されているが、公的機関の書類自体も偽造されている場合があるの、注意が必要である。 2000年代後半には金の価格が高騰し関連産業も賑わいを見せるようになったが次第に中国人が流入2013年には3万人とも5万人とも推定される労働者、交付が違法労を行うようになり当局に検挙される事例が増えているカカオは1879年に出て詳しによって導入された後栽培が順調に拡大し 1911年にはガーナは世界最大の生産国となった。その後も植民地期を通じてカカオはガーナ最大の産業であり続け、1960年代中盤までその地位は揺らがなかった。しかし独立後のカカオ政策の混乱と価格低落によって生産量は急減し、コートジボワールに生産量1位の座を明け渡すこととなった。その後生産量は回復し、 2013年度には生産世界第2位ガーナ総輸出額の10.9%を占めた。農林産品としてはこのほかカシューナッツや木材の輸出もある。自給用作物としてはキャッサバやムイモタロイモの生産が世界10位以内となっている。コトカ国際空港は同国におけるハブ空港であり、 国内線のみならず、アフリカの近辺国や欧米との航空路線も多く、運行されている。鉄道は1903年の開通後、アクラ、熊市、セコンディタコラビの3都市を互いに結ぶ、路線網を維持しているが貨物主体であり、2011年現在、旅客列車は、アクラ近郊の2路線、テマ等のみの運転となっている。一般の旅客輸送はトロトロ、 ワゴンタイプのミニバスや大型の都市間バスなどが主体となっている。2000年のセンサスによれば、その他が45.3%、もしが15.2%、エワエ人が11.7%が4%、グルマ人が3.6%が2.6%、ブサンガ人が1%、その他の民族が1.4%、ヨーロッパ人やアラブ人など、 その他が7.8%となっている。公用語は英語であり、その他にアカン語、ダバニ語、エウェ語、ガー語などが使われる。政府公認言語として、トウイ語アクアペム方言、オクプムツ、トウイ語アサンテ方言、アサンテツ、エウェ語、ユー、ダガリ語、ダガーレ、ダバニ語、ダグボニー、アダングメ語、ダンメ語、ダンメイ、ガゴ、ガ、ゴンジャ語、ゴンジャ、カセム語。 ケイサム、ファンティゴ、マンツィ、ゼマゴ、ゼマがある。2000年のセンサスによれば、国民の68.8%がキリスト教徒である。そのうちの24.1%がペンテコステ派、18.6%がプロテスタント、15.1%がカトリック、その他のキリスト教が11.5%である。イスラームは国民のセントを要し、 伝統宗教が8.5%、その他の宗教が0.7%、無宗教が6.1%となる。2年間の修学前教育と6年間の初等教育が義務教育であり、初等教育の後に3年間の前期中等教育と4年間の後期中等教育を経て、高等教育への道が開ける。初等教育から学校教育における教授言語は英語であり、 ガーナの公立学校では小学校1年生から英語で授業が行われる。2000年のセンサスによれば15歳以上の国民の識字率は57.9%、男性66.4%、女性49.8%である。2005年には GDP の5.4%が教育費に支出された。主な高等教育機関としてはガーナ大学、 1948、熊市大学、ケープコースと大学などの名が挙げられる。ガーナは、ユニバーサルヘルスケアが実現され、政府所管の国民健康保険、ニスにて実現されている。医療は、様々なものが提供され、1200万人が国民健康保険に加入している。都市部は、病院、診療所、薬局とも十分に整備され、 国内には200以上の病院が存在し、医療観光の受け入れ国になっている。2013年の平均寿命は、男性66歳、女性67歳、入児死亡率は1000出生あたり39。2010年では、人口10万あたり医師は15人、看護師93人であり、GDP の5.2%が保健支出であった。ガーナ市民は、 プライマリーヘルスケアにアクセスする権利がある。ガーナの医療制度はアフリカ諸国において最も成功したものであるとビルメリンダ・ゲイツ財団は表している。2012年では15から49歳成人の HIV 離患率は1.40%であった。女性は婚姻時に改正すること、夫婦同棲もしないこと、夫婦別姓も可能である。 ガーナの食事は主食にシチューを付け合わせるのが基本で、あるが、主食の種類は、数多い。ヤムリも、キャッサバ、プランテンバナナ、モロコシ、トウモロコシ、トウジンビエなどが主食として食されるほか、都市化の進展に伴い前の消費も伸びている。食べ方としては、芋類やバナナはそのまま、キャッサバや穀物は一度製粉してからネリゲにして食べる。また、 芋類やバナナをキネとウスでついて、餅状にした夫婦も広く食べられている。1920年代にリベリアやシエラ・レオネで生まれたパームワインミュージックを発展する形でハイライフが生まれた。ハイライフは最初期に成立したアフリカのポピュラー音楽であり、近隣のナイジェリアやシエラ・レオネなど英語圏に拡大したほか、ベルギー領コンゴにも波及して、 フランコやパパウェンバラに影響を与え、キューバ音楽と共にリンガラポップス、ルンバロック成立に大きな影響を与えた。1990年代にはハイライフ、アフロイコールレゲエ、ダンスホール、ヒップホップなどの影響を受けた若者によって新たなジャンルが創造された。この新たなハイブリッド音楽はヒップライフと呼ばれている。R&B、B ソウルの歌手ライアン・ベンソンやハイライフ歌手のコージョアン・トイ、ラッパーのティン・チー・ストライダーなどのガーナのミュージシャンは国際的な成功を収めている。ガーナ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。ガーナ代表はアフリカネーションズカップに1963年、1965年、1978年、 1982年と4度に、渡って優勝しているが、ワールドカップ予選ではことごとく敗退してきた。しかし、2006FIFA フフワールドカップ予選では見事勝ち抜き、本大会への出場が決まった。本大会では、強豪チェコを破るなどの活躍を見せ、決勝トーナメントへ進んだが、決勝トーナメント1回戦で、ブラジルに3-0で敗れた。2010FIFA ワールドカップでは、 アフリカ勢で唯一グループリーグを突破し、1990年のカメルーン、2002年のセネガルに続きアフリカ勢3、過酷目、自国発となるベスト8進出も果たした。ガーナサッカー協会、ガーナフットボールアソシエーションは、シーフ、アフリカサッカー連盟の主催するアフリカネーションズカップを、1963年、1978年、2008年に、 単独開催し、2000年には、ナイジェリアと共同開催した。2008年に開催されたアフリカネーションズカップでは、ガーナ代表は3位であった。元世界チャンピオンのアイククオーティー、WBA ウェルター級や、ジョシア・クロッティ、IBF ウェルター級など、単なる一王者ではなく、世界水準でも、評価の高い好選手を輩出している。また、アズマー・ネルソンは、 ガーナのみならずアフリカボクシング界全体の象徴になるまでの評価を得た選手である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。